はい、どうも皆さんお久しぶりです。ルーです。ルーゲーム TV の動画を開いてくれてありがとうございます。初めましての方はどうも初めまして、ルーと申します。YouTube 歴一応7年ぐらいかな、7年8年かな、8年です。で、まあありがたいことに3000人登録者いただいてるんですけども、ちょっと前のまあゲーム引きずってる状態で、サービス終了するんですけど、まあそこからちょっともうパッとしっかりこうチェンジしていきたいなということで、まあ復帰と同時にね、まあ今後のチャンネルのことをちょっとお話しできたらなと思います。で、まずですね、半年休んでた、理由をちょっとお話しさせていただきたいと思います。8月のね、28日に、生放送をやっていたんですよ。8月28日の、夜ですね。何時だかはちょっともう全然覚えてないんですけど、テイルズ・オブ・アライズの生放送、最終回の最終回の最終回みたいなやつをやってたんですけど、8分ぐらいでそこで生放送切れてるんですけど、そっから先ちょっと覚えてなくて、で、気づいたら、病院のベッドに寝ていました。で、どうやら、まあ、大怪我して、入院をしたっていうことを、まあ、少ししてから、まあ、看護師さんだったりとか先生から、まあ、教えていただいて、っていうような状態でした。で、その最初入院した時は本当救急車で運ばれたみたいなんですけど、もうその時何も持ってなくて、携帯とかも何もないんで、最初の、まあ、手術とかした病院では、まあ、携帯とかもなかったんで、もう本当外界とは遮断されていて、まあ、自分が今どこにいて何をしていてっていうのも全然わかんなくて、すげえ不安でした。で、まあ、怪我の内容とか、なんでとかっていうのはちょっと、割愛させていただきたいんですけども、まあ、そういうことがありまして、で、10月の中旬ぐらいに、リハビリの専門の病院に行って、そこで、まあ、携帯を、まあ、手にして、まあ、いろいろ情報を、入手しながら、やっていたんですけれども、まあ、病院の中でね、ちょっとだけ、ショート動画出したりとかしてみたりはしたんですけど、まあ、本格的に、再始動は、今日から、ということになります。まあ、簡単に言うとこんな感じですかね。で、退院してから1ヶ月ぐらい、現状経つんですけれども、まあ、1ヶ月間の間は、ちょっと、日常生活、まあ、家の中での生活、をちょっと、まあ、慣れるために家内での、まあ、現在も継続中ですけど、まあ、リハビリ的なことをしていてっていう状態ですね。はい。で、そろそろですね、まあこちらの YouTube の方も再開して、1日のスケジュール感的なところも、リハビリしていこうかなというところでございます。なので、またですね、どんどん動画出していきますので、よろしくお願いしますというところが、まず、ご報告でございます。で、じゃあどういうことやっていくかっていうと、昔とそんなに変わらないのが、まず生放送枠として、コンシューマーのゲームやっていこうと思ってます。で、今、テイルズ・オブ・アライズやってたんですけど、まあ、そこはちょっと間空いちゃったんで、テイルズ・オブ・アライズはクリアしたっていうことにして、また別のゲームやっていこうと思います。で、そのゲームは、まあ、一応いろいろあるんですけど、とりあえず PS4 のライブラリーの中から選ぼうかなっていうふうに思ってます。まあ、一応今んとこ考えてるのは、まあ、セキロとか、そういう、死にゲーをちょっとやってみようかなと思ってます。ブラッドボーンはクリアしたことあるんですけど、他はちょっとやったことなくて、なので、まあ、エルデンリングやれれば一番良かったんですけど、ちょっとないので、ですね。まずそういうところですかね。はい。で、
次に今画面出てますけど、ヘブン・バーンズ・レッド。まあ、こちらやっているのと、あとは、FFB 原戦争。こちらの2本を、まあ、主軸にやっていこうかなと。で、まあ、無課金編成になるんでね。まあ、よっぽどこう、いろいろこううまくいかない限り。まあ、今のこの体の状況だと、ちょっとお金を稼ぐのもなかなか難しいので、なのでお金を使うことはちょっと難しいので、なので、まあ、いろいろうまくいったら、まあ課金とかも、まあゲームに課金するっていうよりは、まあ、PS5 とか、ゲームソフトをこう買うっていう方向に行っちゃうかもしれないですけど、もしお金が貯まったらね。うん。で、まあ、まずその2本。で、今月、2月16日に都厚街っていうゲームが リリースするんで、スクエニなんですけど、なんか、それをちょっと、まずリセマラ生放送、やっていこうかなと。今日2月15なんで、明日ですね。明日の12時。なんかシノアリスっぽい感じがあるんで、まあちょっとちゃんとやればいけるんじゃないかなっていう、楽しくやれるんじゃないかなっていう気はしてます。で、あとは、月末に、桜井グノラムス、合ってるよね。が、リリースされるんですけど、これもシミュレーション RPG で、原戦争と比べてちょっとやってみようかな、というふうに考えております。で、ストーリー結構こだわりがあるみたいで、そういう点でも、原戦争とやっぱり比べるのにはちょうどいいかな、っていうふうに思ってて、まあ、対比してみたいなとは思ってます。はい。そんなところかな？で、あとはね、ちょっとサブチャンを作ろうかな、と思っております。で、サブチャンは、ルーのスパローチャンネルっていう風にちょっとしようかなと思ってて、僕、スパロボね、多分全部持ってるんですよ。あ、いや、全部じゃないな。64とゲームキューブと Xbox 持ってないから、それだけないのかな。64欲しいんですけどね。ゲームキューブも。ただゲームキューブマジでぶっ壊れやすいからな。で、あと、あれか。Wiiもだ。Wii もあるわ。スパロボ。Wii U だけねんだ。Wii U とスイッチ専用のやつだけ。だから結構ね、そこら辺がね、まあ、スパロボに関してはまだ足りないとこなんですけど、基本は全部持ってるんで、今、こちらのルーゲーム TV に上がってるスパロボの動画も、まあ、移籍はしなくていいか。向こうでリンク貼ればいいか。で、まあ、あとは新規に。メインは、ウィンキースパロボと、スパロボ Z をメインでやっていこうかなと。結構、ウィンキースパロボは、縛りプレイやってる方多いんで、なので、僕は、Z 行こうかなと思ってます。であとは、まあ、ショートムービーで、武装紹介していくやつとかも、やっていけたらなーっていうふうに思ってます。これからですね、ちょっとまあ新しい目標に向かって、YouTube、ルーゲーム TV、それでルースパロボチャンネル、まあ、こちらちょっと、楽しんでやっていきたいと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。で、この後にね、フィブ版と原戦争のガチャ動画を、作る予定です。まあ、本日中に出るかはちょっとわかんないですけど、はい。なので、そちらの方も、見ていただけたら嬉しいです。というわけで、またこれからも、よろしくお願いいたします。以上、ルーでした。バイバイ。